遠いな。まあいっかね。あ、これ1個上あげようかな。ここら辺どうしようかな。これでいっか。今日はあの本当にね、すみませんが私の学業の都合で、あの振り替えになってしまった分を振り替えさせていただいて、でこれで私の、63枚目シングルの握手会、オンラインをお話し会、そして握手会が終わりです。本当にありがとうございました。まあね、ちょっと振り返られなかった方もいると思うんですが、本当にね、そこは申し訳ない気持ちなんですけれども、ちょっとね、今回少しでもね来てくださった皆さん本当にありがとうございますの気持ちですよ。本当にね、はい、まあ、そのようなことで、はい、やらせていただいてるんですけれども、ちょっと今日はこの握手会がちょっと早く終わったんですけど、早く終わったっていうか、早くっていうか、その時間帯が早かったんで、あの終わったんですけれども、今日はね8時からレッスンがあるんですよ。8じゃない、6時から夜遅くまでレッスンがあるので、あのちょっとショールームしてメイク落として夜ご飯とか食べに行って行こうかなって思ってます。ちょっとね、今ここにこのレッスン場に来るまでね、お買い物というかちょっと必要なものを買ったんですけど、まあ、そんな感じの一日です。でも今日はね、いっぱい覚える曲、難しいツアーの曲なんですけどね、覚える曲とかちょっと振りちょっとむずいかなみたいな曲がいっぱいあるんですけど、もう幸いね、ちょっと何曲かはやったことがあるので、肩の荷が軽いですね。ちょっと今日はもうツアーマジで楽しみなんで、皆さんも楽しみにしてもらえればいいなって感じですね。こんにちは。今日は何曲入れる予定？今日はね3曲なんですけど、あの場合によっては6曲の可能性があるとか、そういうねことなんですよ。で、あのツアーね、当たった方もねたくさんいると思うんですけど、さあ当たった方いると思うんですけどね、入金忘れちゃうとあのなかったことになっちゃうので、ぜひ入金はしっかり夜でございますね。あのせっかくね結構な方が応募してくださってるみたいなんですけど、せっかく当たったのにね来れないってなったら悲しいですから、ぜひお願いします。で、今日からだっけ、一般発売が始まるですから、始まるですからってちょっとなんか片言の外国の方みたいになっちゃってるんですけど、あの今日から始まりますので、また一般がもしファンクラブダメだったとかいう人とか、あとファンクラブ入ってないけど行きたいよって方は、神奈川公演 KT ゼップ横浜で行われるツアーのファイナルにぜひお越しください。ちなみにですね、まあ1年前もね私たちあそこでライブしてますからね、懐かしい気持ちです。なんかいっぱい仲間が増えたし、こんにちは。はい、まあそのようなことで入金忘れずに、で皆さんに本当にありがとうの気持ちを、ありょんちゃん、りょうくんありがとう。あのね、本当にみんなに感謝しなきゃいけないことがあります。なんとですね、6月30の4部があの入金忘れがなければ完売しているはずなんですね。落選が出ているので、本当にありがとうございます。もう前日までね残りわずかになってなかったので、ちょっと厳しいかもとは思いつつ、最後の販売だったのでちょっと
五分完売をね最低でも目指しているんですけれども、はい、なんと3部、多分入金忘れがなければ3部完売ということで、本当にありがたいです。五分完売とは言わずね、こっからまた勢いを増して時間も選抜に入れるように頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。本当にもうマジで大好きです。マジさんありがとう。もう本当に大好きだわ。はい、でグラビアもね昨日発売されました、イークスタッシュさん。今回はちょっとインタビューもね面白い話があったりとか、インタビューに面白い話があったりとか、普通にねビジュアルもいい感じで、ぜひ昨日発売のイークスタッシュさん来て見てください。さあ、めっちゃね美女いい感じです。これからまたグラビアやる予定も出る、もう撮ったものが出る予定もあるんですけれども、そちらの方も楽しみにしていただければいいかなと思いますね。はい、結構おーってなると思います。次のお知らせは、はい、次のお知らせはもうおーってなるかもしれないですね。しかもねまたグラビアをやる予定もありますので、ちゃんともう本当皆さんのおかげで、皆さんがね出るたびに購入してくださったりアンケート書いてくださるおかげで、本当に結構月1ぐらいのペースでグラビアが出たりさせていただいてて、始めてから半年ちょっとぐらい経ったんですけど、結構なねペースでやらせていただいて本当にありがたいでございますから、ぜひこれからもグラビアが出たら手に取って、そしてアンケートの方もね書くと次につながることが多くなりますので、ぜひよろしくお願いします。写真集目指してるのでね、いろいろ頑張っていきたいと思います。まあお知らせはこんな感じかな。あ、そうだ、あとトップイエルネオさん、読み方は合ってるかな、の2024年のサマーバージョン、7月1日発売のサマーバージョンに一人でインタビューさせていただいてるのが載る予定なので、そちらもまた改めて告知するんですが、出ますよっていう、出ますよっていうねことです。ちょっとオフショーはね、EX 大社さんのオフショーは昨日発売されたばっかなので、まだ手に取れてない人がいると思うので、まあ今日の夜とかにねツイッターに上げていけたらいいなと思います。インスタには一つ上げたんですけど、動画を、はい、なのでぜひ手に取ってさらにオフショーを楽しんでください。そうですね、まあお知らせはこんな感じです。うんうんうん、みんなギフトもありがとう。まあこれからもね結構いろんなお知らせができると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。そのためにねショールームの通知オンとか、ツイッターのねフォローとかインスタのフォローとかもお願いします。そうで、3日間もね昨日公演やらせていただいて本当にありがたいことで、皆さんたくさん来ていただいて、まあ、やっぱりでも金曜日、月火水木金土日の中で金曜の夜公演が一番盛り上がるなって2年、劇場に2年ぐらい出てから思いますね。やっぱみんなはっちゃけちゃうのかな、金曜の夜だから。
でも嬉しいですね。やっぱ声援が大きいと私たちのボルテージもね上がって、全体的な雰囲気とかパフォーマンスも良くなると思うので、本当に、はい、ありがとうございます。本当に楽しかったですよ。そう、でも本当にね、みんな楽しそうで、こちらも楽しかったです。はい。なんかさ、ちょっと MC 回すことが最近多くなって、公演の MC で、そう、公演の MC を回すことが多いじゃないですか、研究生公演だと。なのでなんかこれショールームだったらさ、普通にさ思ったことをさ喋ったりさ言ったりしてるか、別に無言でもさ別にやばいとかないけどさ、なんかもうこの間例えばね、みたいな間で焦ってきちゃう最近、なんか喋んなきゃって。そう、なんか喋んなきゃって思っちゃう。夜ご飯どうしようかなって考えてます。どっか食べに行こうと思ってるんですけど、シンプルにいっぱい食べたいと思ってて、なんかで最近なんかマネージャーさんとかに会うたびに痩せたとか言われるので、ちょっとさすがに痩せすぎではって思いまして、しっかりでモリモリ食べてるんですけどね。ちょっとエアコンが寒いので、そうなんですよ。でね、次グラビアやる予定があるところが結構ちょっとね、まあずっとグラビア見てくれてる人は感動するかもしれないですから、頑張りたいと思います。まあいつも頑張ってるんですけどね、いつもその時の最高のポジション、最高のねコンディションか、ポジションじゃなくてやってるんですけどね、まあ、どんどん進化してますよ。山下本気うどんに行こうよ、バイユキタン。え、本当に言ってた？そんなこと本当に言ってました？え？そうそう、なんか私まだ10代だし、なんかフレッシュな見た目もね結構ヘルシーな感じなので、ヘルシーな水着をやってる中で、いや、よくやらせていただいてる中でも毎回すごい雰囲気が違くて、ママ私のお母さんはシュープレさんの時がを結構これ好きみたいな感じで言ってくれてたんだけど、私は今回の EX 大衆さんの美女めっちゃ良くて、オフショットとかもこれから出していく予定なんですけど、楽しみにしててほしい。かすみんの、え、今日かすみん誕生日ですよね。ゆいりさんもお誕生日で、今日ゆいりさんいらっしゃったんですけど、お話できる時間がなくて、握手会とかの時間かぶらなくて、直接おめでとうございますって言いたかったんですけど言えなかったです。ショック。でもかすみにはね多分今日会えると思うので、直接お祝いしたいなと思います。
そうそう、EX 大衆さんの、EX 大衆さんの、EX 大衆さんのインタビューで、ある方と、ある場所でばったり会ったみたいな面白いエピソードとかも書いてあるので、ぜひ読んでください。昨日発売してるので、書店に行ったらあると思います。ある方です。めっちゃ意外なある方です。ぜひ写真と一緒に見てください。で、ぜひアンケートの方をね、お願いします。チェキとかの応募のアンケートもそうなんですけど、多分誰が良かったとか、多分ですね、そういうインタビューのね、紙があると思うので、そっち書いてもらえると、本当に次につながることが増えるので、本当に皆さんご協力よろしくお願いします。本当にね、マジでみんなと頑張っていきたいっていう、今すごいいい気持ちでいて、なんかめっちゃ顔赤く見えるね、この画角。そう、本当に、なんかね、やっぱ63枚目シングルを通して、なんか結構後ろから、いや、なんて言うんだろうな、すごい追われていたものとか、なんか焦りから解放っていうか、それをいい方向に持っていけたのがでかくて、今本当に一つ一つのね、活動を楽しんで、で、みんなと頑張りたいなーって思える、そんな気持ちになって、63枚目シングル中に。で、すごいいい気持ちで活動できて、それが60枚目につながったのかなとは思うんですけどね。まあ、まだね、あんまり選抜の活動が始まっていなくて、 MV とかもね、ジャケット写真とかも、こう、ジャケ写とかも公開されてないので、あれなんですけど、ちょっともうね、過去の栄光になっちゃうんですよ、もう。だから本当、もう次に向かっていますね、私は。そのために握手とかお花、ラビアとかもね、劇場とかも頑張りたいと思ってます。64枚目でやり遂げたいこと？64枚目でやり遂げたいことは、まずお話し会が最低でも5部完売することと、最低でも5部ね。あとはグラビアがいっぱい出ると思うので、この期間そこでたくさん、なんかお話ししに来てくださる方が増えたらいいなとかも思ってるし、あと、なんだろう、そう、そのグラビアをきっかけに、いろんなグラビアの、特に呼んでいただけたりとかもしたら嬉しいし、64枚目中に本当にできたらグラビアの表紙とかもできたらいいなとか思っちゃってますよ。あとは、なんか初めての、これまでしたことない活動を一つしてみるとか
やりたいですね。例えばその音楽番組とかまだちゃんと選抜メンバーとして出たことはないんですけど、そういうこと以外にもなんか初めてやることを3つはしてみたいなって思います。あとはね、あ、ツアーが楽しみですね。結構64枚目の期間というか若手ツアーがあるんですけれども、あの若手ツアーであのみんなとの仲が深まってさらに地方の方にも知っていただけて、これがね起爆剤になればいいなって思って、まあそういうのも成し遂げれたらいいなって思うし、うん、でもやっぱり写真集につながる何かをつかみたいなって思います。64枚目はチャンスでありピンチなので、ここで頑張らないと、はい、今頑張れないやつは明日頑張れないって言うじゃないですか。その通りだと思って、今シングル頑張らなかったら来シングルは頑張るチャンスも少なくなっちゃうかもしれないしっていう焦りもありますけど、まあ楽しく活動できたらいいなって思います。なんか本当に言葉にすることって大事だと思うので、はい私がボディスタイルかっけえか、ボディビルには挑戦して、ボディビルに挑戦してほしい、いいえボディビルはやりません。あの私基本 NG ないんですけど、ボディビルは多分やらないです。あの私本当に NG とかないんですけど、あのボディビルはあのやらないですね。ボディビルはちょっとやらないです、はい、申し訳ないが。あのでムキムキのグラビア見たいか君たちはムキムキのグラビアを見たいのみんな、なくないでしょ。私がムキムキになったらどうよ。もう腕とかさ、ボッコン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 バーンみたいな、嫌でしょ。あのどこの層を狙ってんの、ボディービルってどこの層をターゲットにしてるのそれかっこいいけどね。筋肉マン好きだけどね、 AKB 応援してる人でその層いないでしょうが。人と違うこと、いや本当に、いやそうなのよ、得た層よりも失う層が大きいの、ムキムキになったら受けるな本当に。おもろいですね。なんか私のパパは小さい頃、私がまだ3歳ぐらいの時に、私がなぜかロン毛が好きでだったらしくて、あのロン毛でしたね。パパはロン毛にしてって言って、ロン毛、私のパパはロン毛だったんですけど、あの私のお父さん全然似てないんですけど、なんか昔ロン毛だったせいか、なんかロバート秋山さんに似てるって言われてたらしくて、それが結構ツボで、そう、
やだ、取り巻き環境やだ。私あのもともとロバート秋山さん大好きで、クリエイターズファイルとかめっちゃ見てるんですよ、あの子育てチャンネルの本とか。クリエイターズファイルで一番好きなのはあのアジアのなんか絶世の美女みたいな踊り子みたいなやつと、口をこういうやつの、あとはあれが好き、キヌガサトナヘナちゃんのピアニストの話と、タネライチャンネルとね、でも藤原サイはめっちゃ昔から見てて、最近やっと結構 TikTok とかで流れてくるようになったんですけど、そうめっちゃおもろいですよ。根本からやり直せーって、往生際悪いなー、根本からやり直せーってやつ知ってる？みんな衣笠とな、へなって調べて、往生際悪いなー、根本からやり直せー、知ってる？知ってる？これ往生際悪いな、根本からやり直せ、根本から、ってあと、てかね、本当におもろい。あと YouTube で好きなのはジェラードンと、ジェラードンさんとレインボーコントとエレガント人生です。マジでね、なんかリモートコント系なんですよ、レインボーコントさんは面白いし、ジェラードンさんは普通になんかね面白いんですよね。エレガント人生さんも大好き。内角狩り通過チャレンジマジでおもろいから、本当にめっちゃ、さっきありがとう、こちらこそ、こんにちは、顔の形あず本当にそれなこんにちは、寝てーねーな、クラッシュカップ好きなの私も、こんにちは、初めまして、今来たいらしい、こんにちは。そう好きなんですよ、なんか話してほしいことありますか？それにちなんだ話しよう。今なんか考えたけど何も思い浮かばなかった面白い話。なんかあの面白いことに気づくのもマジで才能だと思ってて、なんか後々考えたら
みたいなこといっぱいあるのに、なんかそれが当たり前になりすぎて、全然なんか面白く、これは面白いやとか思わなくて、自転車通学の秘訣？気合だ、気合、気合だ、気合だ、気合だ。なんかさ、この前の誰恋のさ、あの誰恋の MC で、最初の大 MC でさ、あの付き合いたいメンバーみたいなのがいて、私普通になんかしっかりしてる人がタイプなのね。だからなんか田口さんか向井地さんかなって言ったら、で、あの後ろにいた鈴くるみさんが、田口さんはやめとけってで、めっちゃ拒否してたから、あの本当にやめた方がいいのかなっていう話をユーバースでしたら、あの一斉に田口さんはやめときなさいってきて、なんでかなって思ったので、あのもし今度2人 MC があったら、その田口さんの取説を聞くっていう MC がしたいなって思いました。2人 MC で、まなかさん16期の食事会の感じ結局できなくて、ナーミンさんがやったくらい意外としっかり、え、だから私なんか同じ匂いがしていて、なんか絶対同じタイプの人間なのかなって思ってて、まなかさん見てて、そう、私もなんか MC とか回してたりとか、なんかしっかりしてるように見えて、あの全然できないこと多いし、しかもなんか MBTI が同じなんですよ。ナーミーさんがしっかりしすぎ、いやもう本当にね、ナーミーさんは尊敬しますよ。そう、私の MBTY は、I は INFPT なんですけど、高校生の時とか大学入った時ぐらいまでは ENFP だったんですけど、なんか最近 INFP になりまして、なんかあの、はーみたいな、そう、内向的になりました。なんでごめんね好きになっちゃって歌ってる人がいるんだ。人見知りですよ私。もともとネクラなので、だから河村ゆいちゃんがなんか結構テンション低めじゃないですか。そのテンション感なんかコッコみたいな感じじゃないですか。でマジでなんかあのテンション感、なんかコッコを含めて私的にめっちゃツボで、なんかなんか河村ゆいちゃんとコッコのテンション感がツボなんですけど、でもなんかコッコはもうなんか受け入れ始めてる自分がいるの、なんかあれがコッコなんだって。だけどなんか河村ゆいちゃんってなんか最近来たばっかりだから、なんかちょっとおもろくて、でなんか黒フェスのあの夏の防波堤やらせてもらったんですけど、黒フェスでの防波堤の曲振りがゆいちゃん、河村ゆいちゃんだったんですけど、あのリハでなんか多分テンション感がつかめないのか、それでは聞いてください
あの夏の防波堤ぐらいのめっちゃ明るい曲なのにめっちゃテンショングイーみたいな感じでやっていたから、でもマジでそれがツボで本当に面白くて、でなんか河村ゆいちゃんのポジション含め私のポジションで、ただいま恋愛中公演だと、あの皆さんこんばんは、 AKB48 です。まずはじめにただいまレンチクマンの恵み、オンリートゥデイの3曲を続けてお聴きいただきましたが、皆さん楽しんでますかみたいな最初にね声をかける、めっちゃはっちゃけってね、あのボーンって盛り上げなきゃいけない MC があるんですけど、河村ゆいちゃんそこでいつも皆さんこんばんは AKB48 です、まずはじめにぐらいのテンションでやってて、もう本当にツボで、でなんかで河村ゆいちゃんも結構笑ってくれる子なのね、だから楽屋でなんかちょっともうちょっと明るくいってみよう、いやもっといける、こんぐらい、皆さんこんばんは AKB48 ですくらいって言って、よしで、ちょっとやってみて、いやまだいけない、もう一回皆さんこんばんはみたいなやりとりをもう5回ぐらいしていて、でその様子が多分昨日の研究生アカウントで載ってると思うんですけど、もうめっちゃあのねあれよ、あの多分向こうもね冗談だって分かってるよ絶対そうあのだけどそうっていうやり取りをしながらみんなで笑ったりとか、もう昨日の楽屋結構うるさくてめっちゃ楽しかったですね。そうで、なんかこういうのをなんか変なとこで切り抜いて、こいつ先輩面してんのとか、ハラスメントはダメだろ、ハラスメントだろそれ、ふざけんなよとかいう方もいるから言っとけな、あのみんな冗談っていうのを承知の上でね、そういうくだりね、そうくだりだよくだりで、あのそう別になんか河村ゆいちゃんを責めてるとかそういう話じゃなくて、そういうくだりもできちゃうような、ほんとおもろい子なんだよって話ね。切り抜くならここまで切り抜いて、そうもう結構さ何も見てない人に限ってさ、うこいつ先輩ふつらしてんのみたいなこと言うからさ、そういうことじゃないだろ、全部見てからイエーっていつも思ってますが、ごめんなさい本当に。なんかもうだからまあ18期ぐらいは、てか18期のみんなとは普通にもうほぼ1年しか変わらないし、ずっと一緒に活動してきたから研究生でなんか仲間って感じはして、19期さすがに2個離れてるからなんかちょっと可愛らしいなって思いつつ、まだなんかまあ一緒に活動するわけだしなんか仲間って感じはあるんだけど、なんか20期ってさ未知数じゃない、もう3期離れたらどうなんだろうって私思っていて、えこれ3期離れたら喋れんのかなとか思って、とても心配な気持ちです。19期のまとめ役え誰なんだろう。でさ、河村ゆいちゃんがなんか不安、昨日多分19期が一人だけだったね、だから不安みたいなこと言ってたから、もう前日の段階でなんか不安でみたいな話してるとこ聞いたから、大丈夫だよっていうこんな明るい感じで元気づけてみたけど、ちょっと私も不器用なのではい、ダメかもしれないです、不器用なのでちょっと
お湯かいちゃったかもしれないんですけど、でもありがたいことに、なんか理想、なんかメイクさんに、ヘアメイクさんに、先輩にするなら私マサイちゃんがいいなって言ってくださるくらいにはちゃんと、まあ、いい感じにできてるんではないかなみたいな。ね、どう？どう？ひひひひ。でも霞だけには、ちょ、目合うたびに挨拶してよって冗談で怒ってる、いつも。これも冗談ね。霞も結構からかってきてくれるから、そう。え、かすみに厳しいわけじゃなくて、かすみもからかってきてくれるから、からかい返すんだよ。なんか結構いい関係築けてるなって思います。チケット袋の動画ね。そう、ビバースには送ったんですけど、前なんか概要を説明するとね、私が霞になんか防波堤の時のバスの移動中にこうやってしつこくね、チューをしようとする、なんかチューをしようとする、なんていうの、動画を撮った後に、霞がや2本目の動画で霞がやってきたから「ウェイ!エチケット袋!」ってやってる。なんか変な動画があって、そうで、最初の動画だとかすみが嫌がってるんですよ。でも次の動画だと私が嫌がってるっていう動画、そう、あるんですよ。かすみは19期に、え、そうなの？今日見てみよう。今日多分みんないるから、ツアーの練習だから。ちゃんひなはね、おもろいですね。面倒見もいいしね、地味に。意外に、びっくりしました、意外に面倒見よくて。じゃ、眠いからもう終わりだから。はーい。ゆうかさんと仲いいです。ゆうかさんはマシャイって呼ぶんですよ、私のこと。めっちゃ嬉しいです、距離感近くて。そう、レミちゃんとも話しますね。ゆうかさんとも最近なんかめっちゃ会うんですよね。なんかいつも、なんかいつもいる。今日もそこにいた、いらっしゃった。そう、ゆいりさんとかもね、マサイって呼ぶんですよね。意外にマサイって呼ぶメンバーいるんですよ。ゆうかさんと私のコンビ名はマサヒユです。
で、レミちゃんとのコンビ名はレミマサです。じゃあちょっと今何時なの？じゃあ終わりにするわ。あ、このようにね、ショールームたまにやるわ。ちょっと髪したいから、ご飯、今からご飯食べに行って。あ、メイク落とし、先にメイク落として。え、ちょっとさ、ランキング読む間にさ、あれしたいわ、まつげのさ、まつげを落としたいので申し訳ないが、あのリムーバーをここで鳴らして。申し訳ない、メイク直しとかもう落としたいんですよ。私もう今日人前に出る用事ないから。そう、もうレッスンだから別にすっぴんでもいいんで、あのメイク落としたいので、マスカラだけね、マスカラリムーバーで落とさないと まつげ抜けちゃうし、まつぱしてるのでね、丁重に扱いたいので。でこれね、3分ぐらい置かなきゃいけないんですよ。一応ね、ウォンジョンヨのお湯落ち使ってるんですけど、お湯、あー、お湯落ちだとちょっと不安な時がね、あるんで。ここに鏡あったわ。じゃあランキング読みたいと思います。あ、でね、使ってるあれはこれね、これはしのぶさんにおすすめしていただいてからもう 4箱目ぐらいずっと使ってますね。そう、あのね、ちっちゃい容器に入れてくればいいんだけどね、このでっかいまま持ってきちゃったからね。そう、これ結構全然乾燥しないんで、めっちゃいいと思います。これ乾燥しないし、乾燥しないし、ちゃんとメイク落ちるし、これ使いながらマッサージもしてるんで、私めっちゃおすすめです。ちゃんと落ちるしね。じゃあね、じゃあ、おいおい、13位善次郎さん、わあ、12位キュルキュルぽよぽよさん、11位つっくん、10位こうたらさん、9位のりのさん、8位したゆうさん、7位りょうさん、6位山正さん、5位すいかんざんさん、4位させぼんてっちゃん、3位ひーくん、2位レオン、1位ささじいさん、ありがとうございます。メイク落としてスキンケアしてご飯食べに行ってちょっと仮眠してレッスンに臨みたいと思います。
休息時間買おうかな、帰りに。じゃあね、みんな、さよなら。またね、またまたまたね、またね。あとドゥームズデイもさ、みんなやってくれたら嬉しい。私もう16レベルいくぐらいね、頑張ってるんですけど、ちょっとね、皆さんの力添えが必要ですから、お願いします。またね、ありがとう。